駅舎内、プラットホーム駅構内ホームから見る、富士山下吉田駅は、山梨県富士吉田市新町2丁目にある、富士急行大月線の駅である。駅番号は、FJ14。8月に行われる、川口湖古城祭、吉田の日祭りでは、当駅発着の臨時列車も数本、運行される。2020年3月14日より、福井駅名、新井倉山浅間公園が導入された。 島式ホーム一面二線と、側線二本を有する地上駅で、駅舎はその東側にある。側線は日本ともホームと駅舎との間にあり、いずれも、校内の足池温泉前方から分岐して、月光寺方で途切れている。乗り場は、駅舎側が、川口湖方面、そうでない方が、大月方面で、ホームの月光寺方の端から駅舎へ、川口湖方面の線路と二本の側線を越えて、 遮断機、警報機付きの構内踏切が伸びている。その他構内には、駅舎の脇で側線に車庫が設けられている。なお踏切の警報機は、今では珍しくなった鐘を直接鳴らすもの。2009年に、リニューアルされた駅舎は、コンクリート平屋建てで、工業デザイナー、水戸岡栄二によるデザイン。待合所部分の天井は高く、明かり取りの窓も作られている。 現地の案内看板によると、この駅舎は、終戦当時の名古屋駅を模したものだという。駅舎の内部、旅客の立ち入ることのできる部分には、その他友人の窓口が設けられている。自動券売機や、スイカチャージ機が設置されている。かつては、直営駅であったが1978年から、業務委託駅となっている。改札外に清潔なお手洗いがある。 2011年4月29日より、駅本屋側に、下吉田ブルートレインテラスが設けられ、寝台特急、富士で使用されていた、スハネフ14型寝台客車や富士急行が、トーマスランド号として運用していた5000系電車や、貨物列車に使用していた貨車の保存、公開を行っている。また、併設されている、コミュニティスペース、 下吉田クラブでは観光コンシェルジュによる案内や地元産の果物を使用したソフトドリンクなどの購入が可能となっている。また、駅構内を利用して鉄道の日を記念し、毎年11月頃に富士急電車祭りが開催される。駅舎側から行き違いがない場合は、大月方面の列車でも一番線に入るほか、優等列車の退避のために、 川口湖方面の列車が2番線に入線することがある。かつては富士登山電車の一部列車が特急の通過待ちで長時間停車することを利用しトイレ休憩や駅舎の見学を実施したことがあった。展示スペースの説明によれば展示されている客車は元 JR 東日本のスハネフ1420であり末期には北陸に使用されていたもので実際に 富士に使用されたことはない。ただし、実際に富士で使われていた JR 九州所属のものとほぼ同等のものであり、申請されてから一度も大きな改造や塗色変更もしていない。内蔵されている方向膜、ヘッドマークも JR 東日本に所属していた現役当時から装備されているものを使用している。そのため、 車両の外観から細かい点まで国鉄時代のものを極力再現していると言える。土休実は車内も開放されており、組み立てられた寝台に実際に横になることも可能。現役時代のトイレ、洗面台は使用不可である。貨車スペースに展示されているのは、かつて富士急行線で使用されていた和風1、2と,と104。展示スペースの説明によれば、 和風二両はかつて南海電鉄より譲渡されたもので、都104は1929年製で、富士山独電機鉄道時代から使用されていた。こちらも、土休日には和風の車内を見学可能だったが、トーマスランド号が貨車スペースに移動したため、和風の車内は不可となった。駅の南がすぐ吉田の市街地となっていて、周辺は戦前から続く古い住宅街になっている。 改札口から、まっすぐに商店街があるにはあるが、シャッター通りとなり、現在はほとんど機能していない。不定期で、街がミュージアムと題されたイベントがあり、若手芸術家等が空き家一軒を装飾している。見物料は無料。駅前に高い建物がないので、ホームからは富士山がよく見える。新倉山浅間公園に立つ、中霊島と富士山の風景が外国人の間で、 人気となり、その最寄り駅として、外国人の利用が増えている。駅前に、藤吉田市内を循環する、タウンスニーカーのバス停がある。また、当駅から徒歩5分のところに高速バスの中央、道下吉田バス停がある。2017年度の1日平均乗降人員は427人で、ある。近年の年間乗車人員、乗降人員の推移は、以下の通り、 富士急行、大月線普通足池温泉前駅下、吉田駅月光寺駅。ありがとうございます。